松尾鈴木ですまあ自分がその自分の作品とか人を笑わせることとかそういうことばっかりに集中してて社会とあんまりこうつながりを持ってるっていう気持ちが希薄だったんでまあ政治とかあんまり関心が正直なかったんですけどうーんまあニュースとか見てると。 税金があんまりいいように使われてないっていう風なニュースをよく見るにつけあ、そういえば俺税金結構払ってたなって思って、そういうことになんか無関心であったことが、なんか腹立たしくなってきたというか、なんか自分が社会に参加してないっていう感覚って、ちょっと孤独だなとも思うんですよね、うん。とりあえず一票入れてみれば、少しなんかこう、 空気が変わったような気持ちに僕自身がなりましたから、うん、その気持ちは味わってほしいなとは思います。